平野紫耀から道枝駿佑への CM バトンタッチによるファンの感情的な反応と、ジャニーズ事務所の展望に焦点。道枝駿佑と目黒蓮が新たなエース候補として浮上。ジャニーズグループの、なにわ男子、メンバーである道枝駿佑が、P&G ジャパンのエアケアブランド、ファブリーズの新 CM に出演することが、ファンや業界内で注目されています。これにより、かつて、キング&プリンスに所属し、平野紫耀として活躍していたファンからは複雑な感情が巻き起こっています。この記事では、平野紫耀から道枝駿佑への CM バトンタッチについて詳しく探求し、さらには新たなジャニーズのエース候補としての道枝駿佑と目黒蓮に焦点を当て、ジャニーズ事務所の展望について考察します。平野紫耀から道枝駿佑への CM バトンタッチ。平野紫耀が P&G ジャパンのファブリーズの CM で活躍していたことは多くのファンにとっておなじみでした。その爽やかな笑顔とセリフだけじゃないんです。多くの人々に親しまれていました。しかし、この CM の出演者が道枝駿佑に変わったことは、平野紫耀のファンからは複雑な反応を引き起こしました。一部のファンは、平野のファンとして、P&G ジャパンが彼のキャラクターを高く評価し、起用し続けていたことを評価していました。しかし、契約期間の終了などの理由から、道枝駿佑が新たな CM に起用された結果、P&G の公式 YouTube チャンネルでは平野の動画が非公開になったとの情報も浮上しました。この CM のバトンタッチは、平野ファンにとっては感情的な逆転をもたらし、ジャニーズファンの間で話題となりました。新たなエース候補、道枝駿佑と目黒蓮。この CM のバトンタッチが話題となる一方で、ジャニーズ事務所内では新たなエース候補として道枝駿佑と目黒蓮の名前が浮上しています。平野紫耀はジャニーズを担う存在として多くの期待を背負っていましたが、彼のジャニーズ時代の終焉が叫ばれている中で、事務所的には早急に平野の後継者を確立する必要があるとされています。道枝駿佑と目黒蓮は、それぞれの CM を引き継ぎ、ジャニーズの新たなスターとして活躍しています。道枝駿佑は P&G ジャパンのファブリーズ CM で、ハウスキーパー道枝くんとして家のハウスキーパー役を演じており、商品をアピールしています。彼はジャニーズ事務所からも熱いプッシュを受けており、今後のジャニーズを牽引する存在として期待されています。一方、目黒蓮は後世のヘアケアブランド、ジュレーム、リラックスの CM を引き継いでいます。ジャニーズ事務所は、これらの二人を今後のスターとして推しており、平野紫耀がジャニーズを抜けた際には、彼らが事務所を支える存在として期待されています。ジャニーズ事務所の展望。ジャニーズ事務所は、平野紫耀のジャニーズ時代の終焉に伴い、新たなエースを育てる必要に迫られています。ジャニーズは長年にわたり、多くのトップアイドルを輩出してきましたが、新たな時代に対応するエースの育成が求められています。そのため、道枝駿佑と目黒蓮の存在は非常に重要です。さらに、ジャニーズ事務所内部では、ジャニーズ創業者のジャニー北川氏による性加害問題が発覚し、現社長の藤島ジュリー景子氏が退任する見込みとなったことも、事務所にとって大きな変化をもたらしています。この問題の影響により、ジャニーズ界では連日のようにニュースが絶えず、不安定な状況が続いています。ジャニーズ事務所は、これらの課題に対処しながらも、道枝駿佑や目黒蓮といった新たなエース候補の育成に注力しています。今後のジャニーズ界の動向には、ますます注目が集まることでしょう。